どうも、モノキトです。光造形 3D プリンターでものづくり。前回は 3D CAD ソフト Fusion 360で設計した初めての作品、Oculus Quest 2専用の VR 用メガネを作ってみたんですが、その後 3D プリンターでものづくりって言っても、最初のアイデア出しとか、まあ、ふと思いついたことは紙に書いておきたいなと思って、ダイソーで筆記用具を一式買ってきました。で、鉛筆で試し書きしているうちに、ふと鉛筆って使ってない時芯がむき出しだってことがね、なんか急に気になり出しました。その辺に置いといても無防備だし、片付けるにしてもね、中が汚れるっていうことで、 3D プリンターでものづくり第2弾は鉛筆キャップを作っていこうと思います。鉛筆キャップって言っても、一体世の中にはどんなデザインがあるのかなと、ググってみたところ、まあ、どれも似たり寄ったりというか、目を引くようなものがあんまなくて無難なものが多かったということで、早速買ってきたスケッチブックにアイデア出ししてみました。鉛筆の芯は保護しつつ、デザインはなるべく鉛筆から離れて、まあ、シンプルに細長い棒の先に何かついてる何かをあれこれ連想していたら、最終的に原康久先生のキングダムに登場する真の六大将軍王の矛にたどり着きました。早速資料集めでググってみたんですが、漫画とかアニメのシーンはもちろん、王騎の矛ってちょいちょいグッズ化されてるみたいで、数は豊富にあったんですが、みんなそれぞれ微妙にデザインが違っていて、漫画版とアニメ版でもね、差異がありました。いろいろ検討してみた結果、今回はホビーリンクジャパンさんから発売されているキングダム武装具コレクションの中の王騎の矛が総合的にバランスがいいように思えたんで、これをベースに制作していきます。まずは鉛筆の長さと直径をノギスで測っておきました。長さに関しては使っていくうちに短くなっていってしまうんで、一応一番長い状態をベースにしておきました。次に Adobe Illustrator でトレースしていきます。参考資料が真横から見た側面図しかないので、とりあえずこの一面から 3D モデルを作っていくことになります。で、このトレース画像をノギスで計測した鉛筆サイズに調整して Fusion に持っていってモデリングしていきます。今回フュージョンを使うのが2回目ということで、どこをどういじればどういう風に形が変わっていくかっていうのがまだまだわかんないことだらけで、まあ、その都度ググって調べつつ作業していったので、まあ、詳しくどうやってモデリングしたかっていうのをね、順を追ってお見せできなくて本当申し訳ないんですが、最終的に今回のモデリングは丸3日かかりました。特に刃の部分はシンプルに見えて、平面と曲面の構成が複雑でかなり骨が折れました。あと刃が固定されている柄の部分の曲線模様の付け方も、もうめっちゃ調べるのに時間かかりました。最終的に塗装もしたかったので、刃と柄は別パーツにして差し込み式にしました。あとはフュージョン上でダミーの鉛筆を作って、先端のキャップ部分とエンドグリップがちゃんとはまるかシミュレーションした後、まあ、簡易的ですけどテクスチャーを貼って気分を高めつつ、レンダリング画像も作ってみました。実際に出力するものはこんな金属感はないんですけど、フュージョン2回目の素人でね、こんなモデルが作れたっていう自己満感を、お酒を飲みながら舐めるように眺め回してしばらく味わっておりました。 3D プリンターでは難しいですけど、 VR であればこの質感のまま持っていって実物大のサイズで使えると思うんで、いずれ試してみたいなと思ってます。というわけで出力していきます。スライサーソフトでこんな感じで配置したんですが、高さがないと出力時間がね、かなり短くなるみたいですね。今回レジンは SK 本舗さんの水洗いレジン、カラーは銀配色を使用していきます。では早速出力開始していきます。とは言っても、例によって出力中は絵にならないので、いきなりフィニッシュ。実際にかかった時間は1時間ちょっとでした。エレゴをマーキュリープラスで軽く洗浄したモデルをカーボンスクレーパーで剥がして、二次洗浄した後丸1日しっかり乾かして二次硬化させて、サポートコンをやすったものがこちらになります。削りカスがちょっとお見苦しいですが、この水洗いレジンはうっすら半透明ですね。刃の部分は結構積層痕が目立ってます。で、乾燥中に刃の部分がね、こうしなってきてしまって形が変形しちゃったんで、戻そうとね、力を加えたらポキッと折れてしまいました。というわけで別途 SK 本舗さんの高人性水洗いレジンで再出力してみました。カラーはホワイトで透け感がなくて柔軟性もあるんで、まあ、全体的にクオリティが上がったような感じがします。別パーツにした刃と柄のジョイント部分は、刃の出っ張り部分をほんのちょっとやすったら無事入りました。肝心の鉛筆キャップ部分、それとエンドグリップはサイズぴったりでカッチリ入ってくれました。ということで大きな矛型鉛筆キャップ無事完成です。文房具ではあるんですが、しっかりね、大きな矛感は出ていて、かなり満足度高いです。
ただ刃の部分がうまいこと出力できずにね、ちょっと欠けてるところもあるんですけれど、まあ、これは戦乱の世の度重なる戦による刃こぼれだと、無理やり解釈したら、なんかすんなり受け入れられました。あとモデリングで苦労した柄の模様部分もね、しっかり再現してくれていて、よかったです。肝心のキャップの使い勝手は、鉛筆とキャップ内の径のサイズが、ぴったりでしっかりはまってグラグラすることなく、抜く時もいい感じの抵抗感があります。ただ一点だけ気になる部分があって、刃の裏側のサポートコンがデコボコしてて、面と面の境界線のエッジがねぼやけてしまったことです。これはスライサーソフト上でのサポートの付け方が原因だったんですが、刃の部分にサポートがつかないようにモデルを垂直に立てて出力し直してみました。高さが出る分出力にはね7時間以上かかってしまったんですが、まあ、これで両面キレッキレのエッジになって、かつ二次硬化後も左右に反り返ることもなくなったんで、まあ、時間はかかってみたんですが、やり直してよかったです。ついでに刃こぼれも直ってました。ちなみにジョイント部分もリサイズしたんで、無加工でしっかりはまるようになりました。というわけで 3D プリンターでものづくり第2弾はキングダム王騎の矛型鉛筆キャップでした。鉛筆キャップっていう地味なプロダクトではあったんですが、ミニチュアサイズの大きな矛としてね、こうして実際手に取ってみるとね、なんか無駄にすごいもの作ってしまったんじゃないかと思えていきます。まあ、とはいえ最終的に完成まで5日間ぐらいかかってしまったんで、思いつきで作った鉛筆キャップ一つにこれだけのね、まあ、情熱というか熱量を注いでしまったのは、我ながらちょっとどうかしてるかなと思います。まあ、結局鉛筆もキャップ付きだと筆箱に入らなかったっていうのはご愛嬌です。さて次回は後編として、今回作ったこの大きな箱に塗装してオリジナルに寄せていこうと思っています。まだ僕自身ね使ったことがないエアブラシに挑戦してみようと思っているんで、よかったらまた次回も見に来てください。というわけで今日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。モノキトでした。ではでは。